タモリチャンネル。トゥルン、トゥルン、トゥル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 パ。今日は何かというと、見てください。この私のこの前、シリカシリカです。これ知ってますか？これね、これテンチムさんもね、飲んでるんですよ。多分今飲んでるか、今継続してるか分かんないけど、昔飲んでて、おすすめしたんで買いました。これね、これ全部で24個。ただ問題が、硬水度がちょっと高いから、私のお腹に合うかどうかなんですけど、ちょっと飲んでみたいと思います。味はね、普通にね、うまいんだ。前ちょっと取るね、これ。24個買いました。じゃじゃん。ちょっと飲んでみたいと思います、これね。よし、1個開けるよ。開けたの。開けたんだけど、もう1個開けちゃう。で、味はね、普通の天然水と変わんなかった。もう1回飲んでみますね。なんか常温なんだけど、飲みやすい。で、なんか普通に美味しい水、飲みやすい水で、なんか口当たりは、なんていうのかな、水だからなんとも言えないけど、結構滑らかで美味しいです。なんか肌と髪にいいらしいんですよ、シリカって成分が。ぜひおすすめで、これアマゾンの方が安いみたいなんで、24本で、3000円ぐらいだったんですけど、ぜひ飲んでね。バイチャー。はい、おばあちゃんもちょっとこれを飲んでみたいっていうリクエストがあったので、飲んでみたいと思います。おばあちゃんにリクエストあったんで、シリカシリカを飲んでもらいます。お水を入れて。はい、飲んで。はい。どう？なんか水がやっぱり違うみたい。おいしい。おいしい？うん。どう違う？なんか、臭みがない。東京前に。東京の水と違って。そう、天然水だから。だから、東京の水はちょっと臭みが感じるから。水道水とはね、全然美味しいよね。臭みが全然ない。飲みやすいって。美味しい。これね、肌にいいんだって、肌に。あ。肌にいいの。パパ？肌、肌。肌にいいって。ちなみに、クリスタルガイザーの軟水と、これちょっと高度高いシリカなんですけど、おばあちゃんにも今飲ませたら、私も思ったんですけど、こっちの軟水よりも、こっちの美味しかったよね。こっちの飲みやすくて美味しかったです。ってことは、臭みがなくて。これいつも飲んでる人は、これすごい飲みやすいんで、もし、まとめ買いしたい人は、おすすめ。です。バイバーイ。